いいよ。いいよ。大丈夫なの？いいよ。もうこっちは全部バッチリ。あれ、あ、何？同期。あ、慣れてきてるね。いらっしゃい。生音食堂開店だよ。あらら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 。はじめまして、オネスト TV。イエーイ。世界はコロナによって変わってきてるわけですけれども、うん、飲食業界もやっぱり大変じゃないですか。本当にね、うん、お客さんが来てもらえないとか、うん、時短営業とか、うん、苦労されてる飲食店の皆さんたくさんいると思うんですけど、はい、そこに食材を卸している方々も大変なんです、うん、そりゃそうだね。っていうことで今日はですね、はい、高知のカウス市場さんが、うん、実はツイッターでですね、28万匹ものブリが余ってしまっていると、ぜひ皆さん食べてみませんかとツイッターでつぶやかれてましたんで、あら、買いました。おー、ブリで嬉しくない？俺嬉しい、好きだよなって。フードロス削減っていうやつじゃないですか。おい、もう絵で対決してるのもバカバカしいんだよブリを、はい、ブリ大根していくぜ。おー、いいね、季節ブリ5体目。おお、あ、このパターンね。うわ、めちゃくちゃ、めちゃくちゃうまそう。めっちゃ立派なブリですよ。ね。さあ、です。あります。これはいい。あ、いい。いいいいいい。後でやるからでも。後でやります。後でやります。後でやりますよってこれ一回やらしてよ俺ら二人だけで食うとしたら多分それの1本分で十分28万匹だぞお前。そうだな、もうちょっと貢献しようぜ。一回夢はこう言ってこう言ってっていうのないそれごと行きたいと。全部でこれ6本あります。はい、どうだい、時に行こう。ブリ大根の経験は一切ございません。片岡さんはちょっと待ってよ、うん、お、あで、わぁ、そっか、ないないの、うん、めっちゃすぐ出るじゃんないと思い出すね。ショーシャンクのせいということで、はい、全ブリを開けました。開けました。ボリュームどうもー、すごいよ。すごいことだよ、これ。いいいいこのボリューム感なってるね。これは今すごいよ。ということで、伊藤さん、はい、臭みでしょ。あ、俺がボソッと今レシピ見てたのが聞こえたけど臭み取るは絶対お前から出てこないから一口大に切ってください。あ、まず、うん、切るのね、うん、どうだ、これぐらいブリ大根。うん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 、これぐらいブリ大根もう、うんだんだん、なんでずっとお前ピンと来てないんだよブリがほんとこれ多分油めちゃめちゃ乗っててうまそうですよ。これをヘルシオに突っ込んだらブリ大根になるっていう気分ないんだっけいや、ヘルシオやりかねない。やりかねないからね。今回はだから違いますからね、ヘルシオじゃないですから。もうマジですか。はい、一回も使わない。今回ヘルシオノータッチです。後ろに鎮座してる感じめちゃくちゃ俺監督に見張られてるみたいな育成のピッチャーみたいな気分ずーん、すごい。あ、いいよ、ブリ大根ね。あー、これは大将、大将顔になってる。あ、いいよ、ブリ大根。あ、いいよ。あれじゃない、ないそれ。ハチマキとかしてほしいわ、もうこういう魚さばくなら。俺ね、そっちじゃないのよ。あ、どういうこと。なんか海外のあのシェフみたいな感じで、あ、バンダナしてここめっちゃ炭入ってる。なるほどタトゥー入ってる。スペイン料理とかがめちゃくちゃできるタイプの感じで、めっちゃヒゲ生やしてさ。まず塩を振った後10分間ほど置きます。これはね、臭みを取る作業なんだって。あ、なるべく重ならないように並べて、ちょっと蓋したまま回してる。蓋したまま回してるからこの中にめっちゃ溜まった分かりやすくしてくれよ、もうちょっとここか、お前重ならないように並べ、全体に塩を振ります。あ、そういうことか、うん、要するにこれで言えて、え、重なってるやん。こんぐらい、こんぐらい大丈夫。うん、うん、この作業が美味しく仕上げる一番肝心な手順です。揉み込みとかしなくていい。したくなるよね。すごい、直取り。あら、
ちょっと、じゃもみ込み入ってた。直人流は今もうさ、料理散ってる人からしてみればもう愚行だったらどうする。そうやね。あーあーああ、もう塩味が効いちゃうよ。合計で10分間ほど置きます。はいはい。その間に大根とか用意しちゃおうぜ。あら、いいね。段取りたい。自宅に余った段取り引き受けたいもん。不要になった段取り。押し入れの奥に置いたままで放置されている段取りを全部段取らせてもらいたい。まずは輪切りにしていただいて、カツラ向きでしょ、どうせ。あ、そうです。あ、ご存知。そうです、うん、皆さんこう一個一個さ、カツラ向きすると思うでしょ。はい。なお取りはこういくから。なおちゃんはあれですよね、家の果物は朝結構積極的に剥きますからね。梨食うかって朝言うけさね。でお前が結構断る。なんで食わねえんだよ。じゃあちょっとこれお湯入れるか。はい。おい、熱いお湯を入れていいんだよね。嘘みたいだろ、こんなに工程が必要なんだぜ。タッチを怪我すんじゃないの。暗い部屋に飛び込んできた。俺が無理大根こうやって嘘みたいだろ、こんなに工程が必要なんだぜ。ジファン激怒です。でもう一回これお湯が必要なんでしょ。そう、つまりは煮るお湯が必要だね。 1.2 リットルです。え、なに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 、それ今煮るということですよね。あ、これ 1.5、 これ2リットルだっけ。これね。カチーン、カチーン。それ 1.2 リットルですよ今俺。なんかこの感じ、この感じでいくと怖いよ、素人の目分量は。いい。だからこの3分だから、オネスト食堂は目分量だ。そんなことね。いいね、これは何人前の。相撲部屋。ちょっと待ってください。お前なんかとんでもないボタンの掛け違いしてねえか。ちょっと待ってください。やだよ俺そういうの。うん、本当にフードロスを俺なくしたいんだから。そうだよな。早く言わなきゃいけないことだったら早く言ってね。そうだね。うん、うん、まず何したらいいの。あのね、熱湯を一回流してください、うん、絶対それだと思ってた。長えなって思ったんだよ。ちなみにこれが一番大事な工程っつってたよ。一番美味しくなる工程です。そうなんだよ。はい、うん、それを洗ってくれ。水で早く。水で早く。そう、で水でか。水で水で水で。おい、なんだよ。今洗ってる感じで、うん、なんかね、ブリに結構なんかこう火が入ってる感じがするの。熱が入っちゃった。熱が入ってる、はい、だからあんまりこうガシガシ洗いに行けない感じがあるんだ。なんか崩れちゃいそうな。なぜなら、うん、なぜなら火が入ってないはずだから。どういうことなの。ブリは生のブリのはずなんだよ、ね、本当にすいません。この後お湯入れたかったね、本当は。そうだよな、うん、今逆になってんだよ。そう、うん、で逆になってるだけならいいんだよ、順番が。そうだよ、それだったらまだ許されるよ。それならまだ許されると思う。そうなんです。だから10秒ほどお湯に浸す、うん、どういうこと。10秒どころか10分浸してる。そう、この人なので、うん、すぐに水につけて冷やします。もう一回。ちょ、待って、お前マジ、ほんと落ち着けよ。今水で洗ったとこだぜ、兄弟。すごいよ、もうお湯で温められたり冷やされたり、サウナでもこんなに血行が良くなっては。めちゃくちゃもう今毛穴引き締まって。10秒のところ10分お湯にさらしてしまった問題。本当後に語られるんじゃん。忌まわしき事件として。忌まわしき事件。業界内ではタブーとされてる。うー、危ねえ、マジ本当に今。あー
カメラ回ってる前で起こるところだった。ちょっとした事件が起こるところだった。いやー、危なかった。兄さんいいですか、ちょっとした国勢調査なんですけど。今お時間ありますか？インタビューさせていただいてるんですけど。はい。今、お湯沸かしてます。お湯沸かしてます。はい。これ段取りで先にやっとこうっていう流れでやりました。はい。メニュー、今見ていたところですね。うん。お湯は沸かしません。調味料と一緒にお湯沸かすということです。どうですか、こういうのを聞いて。国勢調査なんですよ。ピッて無音ですいません。これじゃない。ちょっと待って、これ本当ちょっと待って。お待たせしました。こんにちは。挨拶から。はい。挨拶。エグザイルナオトの。なんねえぜ。今日何でもブリ大根作るという。いやいや、もう作ってんだよ。酒と生姜を入れます。こんな感じ。思い切って。うん。と大きいお鍋にお酒。お酒。そしてお水 1.2。さっきの 1.2 じゃん。そうです。なのでこの 1.2 はじゃあどうすんの。それはだから水蒸気を加湿だからお酒、お水、うまいね、上のお前やめろお前うまいの。なんかやっぱ量がなくなったんだ。挽回しようとすんな。あと生姜お願いします。生姜、はい、この千切りにしたやつね。上手に切ってたもんね。気持ち悪い気持ち悪い。で、大根ぶりのアラを加えます、うん、そこにこの中に。はい、常温のままでね。そうです。ウェイ。おお、でもなんかうんね、ブリ大根ってさ、めっちゃこんな工程多いの、本当に。俺が言わなかったら2、3個少なかった。なんだよね。わ、すごいな。やばいな。いよいよ火に。火にだから、そこが…ちょっと待ってよ。これを火にかけないでブリ大根出来上がるなんてことある？ちなみに砂糖とみりんと醤油はこのこれがあるからね。はい、オッケー。はい。準備オッケー。いい。俺待ちだったんだ。15分から20分ほど、加熱をします。かけてるやん。かけてるやん。俺言うたじゃん。かけてるじゃん。で、竹串が通れば砂糖を入れます。ここでまだみりんも醤油も入れてない。入れません。うわー、バカじゃないんだから。いいね。いいかい。じゃあはい、落とし蓋を乗せます。目玉焼きの回で落とし蓋、アルミホイルの落とし蓋ってめちゃくちゃ多分 YouTube 史上一番じゃない、あのコメント。これ俺人生初の落とし蓋かもしれない。お、まだ落とし蓋バージョンだったの。そうだね。うん、落とし蓋をやっぱ初めて落とすのって感慨深い。そうだね、なんか あん時も落とさなかったな、そういえばってこう落とすチャンスいくつも見逃してきたな。そうなんだ。でもなんか大事にしてきてよかったなって。ああ、そうかもしれないね。カットだよ。なんかちょっと下ネタっぽい。下ネタっぽいし。え、どうどう。しみしみ。砂糖を入れてください。砂糖、はい、お砂糖入れていいね。はい、まんべんなく。これでまた5分。相撲部屋のちゃんこ版みたいなやつ。根本的にはこの量を買ったっていうところにミスってるからね、もしかしたら。そこだな。ミスってねえんだよ。だってフードロスを助ける企画なんだ。確かに。だから俺らも、ね、これを俺らが気合で食うと
まあ、なんならもうご近所さんに配るよ。あ、いいね、お裾分けしよう。すいません、ちょっとプリのプリベーコン作りすぎちゃった。めちゃくちゃ主婦じゃん。で、ここから5分ね。はい、5分です。落とし蓋のサムネ取らなくて大丈夫。初めての落とし蓋。いやいや、すぐこうスクロールする。お砂糖が入って5分が経ちました。はい、醤油とみりんを入れてください。やっと醤油とみりん最後なのね。ここに登場するんだね。ずーっと出番待機してたよ。俺らの知ってる色だよな。これが入るまではマジブリ大根って分かんないぐらいの色してるからさ。そうなんだよ。5分ね。オッケー、加熱してください。はい、よかった。いやー、待ったね。できたよ。できました。ずん、うまそうじゃないかい。そうだよね。このブリが煮崩れやすくなっているのはやばいな。理由としては何が考えられるっけ。遡るね。遡ること。ええやん、ちょっと直やん。ええやん。あ、こら。できたー。イエイ、完成。さあ、食べよう。くう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 、どけどけ。ということで、初めてのブリ大根だぜ。いやー、これはオネスト TV 史上一番の料理じゃないですか。てかさ、マジで腹減ってるから、うん、普通に食うよ。いただきます。いただきます。さあ、どうか。だよね、だよね、だよね。うまい。これはどうですか。うまい。高知のブリは、うわ、うまい。この脂乗ってるとこ最高。そうだね。俺、もう出来上がりと、そしてウーバーで、いや、本当白飯だけ頼む。それは本当にファインプレー。このブリ大根のでかいやつだって持っていいやつ。いいのか。男2人でいいんじゃない。今逃走中、途中で危険しただけでも炎上しちゃうから、うん、小さい系犯罪なめんなよって。ニューヨークさんのネタでしょ。よくわかる。さすがだな。うん、本当に口の中にお腹入りながら喋ったらさ、だからエンターエンドするから。そうね。高知の皆さん、本当に大切に育ってきたブリいただきました、うん、めちゃくちゃ美味しいです。うまい、うん、ということで、これからもね、ちょっとこの企画シリーズ化したい。はい、以上、オネスト TV ブリ大根作ってみたでした。ごちそうさまです。